南アラモード。はい、皆さんこんばんは、田中みな実です、この番組は田中みな実がスイーツを作ったりお茶をたしなんだりゲストさんを招いてゆったり過ごしたり遊んだりと、好きをいろいろ詰め込んだ自由な番組となっております。5月の放送になりますね。前回はですね、河野日和ちゃんをゲストにお招きしてミルフィーユと白玉抹茶プリンを作りました。もう日和ちゃんも結構すごいはちゃめちゃな感じでお互いはちゃめちゃって感じだったんですけど、すごくお互い美味しいミルフィーユと抹茶白玉抹茶プリン作ることができました。よかったらぜひぜひタイムシフトとかありますんで、よかったら見てみてください。そしてね、前回の放送で惜しくもお亡くなりになってしまったファイルさん、こんな感じで新しくなりました。ピカピカ、あ、もう焦がさないでねって、アラモちゃんが泣いてるんです。ごめんなさい、もう焦がしません。まあ、あまりにもね、こう出てきたあれですか、ミルフィーのパイラ、それがあまりにも熱くて熱いってこのままボーンって置いたら、ひよりちゃんが、あ、みなみさんファイルって言って、えーってこれわーってやったら、もうここがベロベロベロみたいな感じになっちゃってて、もう本当にね、悲しいことになったんですけど、すごいめちゃくちゃいい新しいしっかりしたファイルになって、まあ結果オーライかなみたいなところ、結構ボロボロだったんだね、やつも1台目も良かったです。はい、ありがとうございます。結果オーライです。ではではね、ここで番組説明をしたいと思います。この番組は前半はどなたでも視聴することができます。後半は会員様貸し切り放送となっていて、チャージ料550円です。会員様は後半視聴はもちろん、アーカイブ視聴や会員限定グッズ販売やイベントなどなど特典を随時追加予定です。ぜひ会員登録をお願いします。そして番組の実況や感想はハッシュタグミナモードをつけて SNS でつぶやいてくださいね。なお前半のみ YouTube でも見ることができます。そしてそして本日は前回に引き続きゲストさんをお招きします。早速ご登場いただきましょう。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、鬼怒川里香です。本日は頑張って作ります。よろしくお願いします。犬ちゃん、よろしく。これさ、よろしく。遠いね遠いけど、はい、今回もね、感染症対策をしっかりとした上で、うん、2人で楽しんでいきたいなと思いますが、はい、いや、改めてね、こう来てくれてすごい嬉しい。いや、私も来れて嬉しい。早く作りたいね。そして早く食べたいね。私たちゾンビランドサガ、うん、現在はね、リベンジで、はい、放送されている、ね、作品で初めて知り合ったんですけど、うん、はい、ゾンビランドサガのフランシュシュの LINE があるライングループがあるんですけど、うん、なんかちゃんまきがなんかスクショを撮ってね、あ、そう、きぬちゃん出るんだね、見てくれてるかな今、どう、みんな見てくれてる、おー、見てるみんな。そうね、しかもなんか私より情報早かった、きぬちゃん出るんだってみたいな。それで私知っても、あ、私出るんだみたいな。ちょっとちょっと、めっちゃ早かった、ちゃんまきすごい、ね、いつかね、みんなにも来てほしいなと思ってて、ね、ちゃんまきはそう、前に来てくれたから、うん、今回ちょっと今度はキヌちゃんが、はい、来てくれました。私が務めさせていただきます。いや、ちょっと嬉しいな。嬉しい、私も、キヌちゃんはお料理とかはでもするんだもんね。そう、料理はね、するんだけど、うんうん、あんまり作ったことないかな。じゃあさ、逆にさ、こうなんかみんながこう見てる生放送とかで料理作ったこととかない？うん、あ、そらない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 。それ面白すぎる。何その反応。ないね。人前でご飯とか作ったことない。やっぱ家とかしかないな。あ、本当、あ、そうなんだ。じゃあ誰かに作ったりとか、家族とかかな。そう、実家にいた頃に、そう、夜ご飯とか作ったりとかね、してたけど、お菓子はないか。バレンタインとかも全然、ね、いただく専門だったので、その あんまり作ったことがなんか簡単なさ、クッキーとか生チョコとかはね、そう、作ったことあるけど、本格的なケーキとかないね。おないない、そんなもう大層なもの作れない本当。じゃあ今回はね、みんなの、ね、うん、見てくれてる前で見るということで、ね、作ってみる、頑張ってみますよ。よろしくお願いしますお願いします、はい、結構メールも来てるみたいなんで、ちょっとやります。 あ、もう早速キヌちゃんが読んでくれる。私が読むの、まさかの。 ありがとう。あ、じゃあ、ポテッチュさん、ありがとうございます。ミニャミー、ゲストの鬼怒川さん、あらどうもー、あらどうもー、あらどうもー、そういう挨拶なの？そう、そういう挨拶があるの。今回のゲストの鬼怒川さんといえば、うん、本土楓さんから不思議な人だと言われているほどの逸材らしいですねそんなこと言ってんの？
言ってたみたいだね。そんなこと言われてるの、実はそんな言ってたの。ね、ミナミもフランシュシュとして鬼怒川さんとは長いお付き合いだと思いますので、よろしければ伝説の鬼怒川理科の逸話をいくつかお聞かせ願えないでしょうか。これ私が読むもんじゃなくない？チョイスがちょっと若干間違った感はあるけど、いやでもね本当にいっぱいあるんだよね。思いつかないけどね。いや、あるじゃん。やっぱまあなんといってもスカシの鬼怒川というね、あの、まあそうだね、二つ名があるんですよ。なんかそういう二つ名がねついてしまいましたが、そうそう、なんかそのアフレコとかでこうあの会う時とかに、うん、こうあの道端でね、あのばったり会ったりすると、うん、おーって上がっちゃう、うん、みたいな。そうそう、しかも声出さない。もうこうなのこうなの、本当に本当にもうこうやってで来て、あもうあもうキヌちゃんだ、私目悪いからさ、いや誰だろうなと思うんだけども、キヌちゃんこうやってやった時点でもう分かる、シルエットで。私的にはだよ、すごいなんか、うん、ああーいみんなにみたいな気持ちでやってんだけど、でもなんか叫べないし外だから、じゃなんかちょっと控えめに気づいてくれるみたいな。おらん。もう不思議だよね。不思議か。そう、あとはね、あとまだいっぱいあるんだけど、あのみんながあれキヌちゃんどこ行ったってなると、うん、だいたいあのハスミの方でこうやって静寂な手を保ってね、瞳を閉じてね待ってる。そうね、なんか気づいたらしかもそれ勝手に写真撮られてさ、なんかグループラインになんかいつの間にか私のその姿が、そうみんなでこうやってあのキヌちゃんこうやって手に乗せたり、そうそう、なんかねフランシュシュは盗撮が好きみたいだね。語弊がある、語弊がある。そうでもやっぱそういうことをねしてると撮りたくなっちゃうんだよね。本当、うん、そうなの。そう、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、まあ、きっとねみんなも知ってるかもしれないし。そうだね、そうだね、本当に面白いです。不思議な子ですね。いや、ありがとうございます。じゃあおまけ放送の時とかでもね、いろいろ話せたらなと思います。はい、はい、そしていつもはね、うん、ゲストさんと一緒に放送前のおまけ放送を収録してそれを後日放送するんですが、うん、今回はちょっともろもろの都合で私一人作らせていただきました、うんうん、あのこちらのおまけ放送ではですね、白玉ゼリーを作りましたよ、うん、ちょっとじゃあ見てもらおうかな。あ、もう出来上がってる？あ、固まってます。ちょっとね、もう裏側だから分かんないかもしれないけど、かわいい。めっちゃカラフルじゃん。こんな感じになってます。え、その色ついてるの全部白玉ってこと？あ、そうそうそう、あの、すごいね。私がこっち側で、こっち側の感染症対策をバッチリしたスタッフさんがキヌちゃんの分を作ってくれました。 ありがとうございます。後でいただきましょう、はい、ね、ちょっとすごい、あの多分美味しいと思うから、楽しみ、はい、楽しみに。ちょっと白玉大好き。あ、嬉しい、よかったよかった。すごい可愛いよね。可愛く作れました、うん、こちらのですね、おまけの開店前パートは後日公開予定ですので、うん、詳しくは公式ツイッターをフォローしてお待ちください、うん、ではでは早速今日作るお菓子を発表します。本日作るのはチョコチーズケーキです。やった。私ね、この世で本当チョコレートが一番大好きだから。いや、私も大好き。本当に良かった。嬉しい嬉しい、本当に嬉しい。チョコケーキめっちゃ好きやで。いや、良かった。好きやで好きやで好きやでって言っちゃうくらい。いや、良かった。チーズケーキも好き。チーズケーキも大好き。うわー、じゃあちょっとこれは張り切っちゃうね、2人で張り切っちゃう。もう絶対失敗できない。絶対失敗できないから。美味しいの作ろう。美味しいの作ろう。もうね、すごい素敵なレシピ今回もね持ってきてもらったから、うん、ありがとうございます。作っていきたいと思います、はい、それでは行きましょう。レッツアラモード。ありがとう。じゃあちょっとレシピの方に移動して、もう作るよ、はいはい、きぬちゃん。あ、もうか。もうだよ。これどうすればいい。あ、何、ボールとかも私。あ、実はね、こっちの方に結構あって。あ、なるほどね、本当に。あと、ごめん、メニューあった。メニューじゃないな。メニューじゃないな。チョコチーズケーキくださいって言って、ね、来るやつじゃない。そう、今回は私が作るのか。まだ食べない、ね、そうなんですよ。まずはボールとかをまず用意しないといけない ね。あれ、待って待って、クリームチーズこれもしかして私とキヌちゃんで半分こ。あ、なるほどね。めっちゃボールの種類あるけど、どれ使っていいのかな。どれ使ったらいいんだよ。とりあえずクリームチーズ、これあの書いてあるやつの半分で作らないといけない。あ、待って、これボールがくっついちゃってる。あ、よし。あ、よかったよかった。よかったよかった。じゃあちょっと先にですね、クリームチーズ、よいしょ。すごい可愛いんだけど。ボールを。でもなんかボール何個か使わなかった。とりあえず1個ずつでいいかな。結構ね、使う。そうだよね。クリームチーズはどうしたらいいんだこれ。ちょっと置く場所が。半分。あ、わかった。ここに乗っければいいんだ。
はい、あげる。え、ありがとう。え、ありがとう。とりあえず2個。アシスタントさんから。ありがとう。で、まず、クリームチーズ、あ、それを分けなきゃいけない。うん、じゃあちょっと私分けるわ。うん。このまな板使っていいのかな？あ、いいと思う。何でもいいかな。あ、待ってな。よし。これまな板？まな板。木のまな板。すごいね。ちゃんと。で、クリームチーズはじゃあ任せるから。うん、私やるよ。チョコレートってどこ？チョコレート？あ、後ろ？冷蔵庫か。あ、じゃあちょっと。あ、はい。下？半分取れました。どこどこ？あ、これか。これかな？あ、それだと思う。板チョコ87g だって。と、あと包丁。包丁。包丁。あ、このチョコも分けなきゃいけないのかな。そうなんだよ、包丁ね、ここだ。よし。開いて。あ、ありがとう。これを。え、ゴミ箱は？あ、ゴミ箱ね。ない。あ、待って、あるある。でっでー。あ、ありがとうございます。はーい。ここに置いとくか。そうだね。すいません。あ、そう、手洗わなきゃ、手洗わなきゃ。洗って洗って。洗って。やべやべ。え、包丁どこ？あ、そこ。これか。え、こんなちっちゃいのでいいの？これちっちゃいよ。これちっちゃいね。果物ナイフだよ。これかな？あ、うん。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。さっき洗ったけど、私も一応洗っとくか。うん。よいしょ。あ、95g。よいしょよいしょ。よいしょ。ピッピッピッ。OK。98g。で、チョコを半分に。102g。して、分量を測るところからだからね。わあ、このまま食べたいな。ふざけるな。101g。あ、なに、あ、なに、ごめん。もう今ね、クリームチーズが大変なことになってる。あ、できた。で、これキムちゃんの、はい。これを半分。これなんとなくの半分。この線通りでいいかな。めっちゃ食べてる。よいしょ。うん。ごめん、綺麗に割れてないね。でもほら、板チョコ。キムちゃんがチョコをやってくれているから。これ どうやって渡せばいいの？あ、じゃあその。これカメラ映ってないけど。映ってた。おもろ。あ、クリスマスチーズ、え、できた？あ、できたよ。ここに あれ？ない？あった。これ、あ、これ、うん、もう測ってあるやつ？そう。あ、じゃあいただきます。あ、ちょっと待って、全部パン切り包丁だったわ。これがさっききぬちゃんがやろうとしてこれできるわ。それでもね、できるよね。これもできる。え、なに？え、まず、あ、ベラ、ゴムベラ。あ、ゴムベラ。これ。あ、これ。ちょっとね、事前に用意しとけばよかったな。そうだね。とりあえずチョコを刻みます。よし。あ、でも刻みやすい、刻みやすい。すぐいけちゃう。あ、よいしょ。うん。あー、怖い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 。あ、ちょっと怖いな、怖い。じゃあちょっと怖いな、これ。あ、いけた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 。ちょっとバチ、なんか飛びそう。よしよしよし。とりあえず、ゴムバッコ。これ分けなくていいですか？このまま捨てて大丈夫。はい。で、よしよし、順調順調。とりあえずこのまま。え？これ硬い場合は加熱し、いけるわ。いける？いける。いけるか。いけるよ。まあ、このやってる間に。やってる間ね。で、チョコ刻んでいきます。これ別にあれだよね、スピード勝負とかじゃないよね。いや、でもね、時間はあるよ。あ、違う、私とミニャミのどっちが早くできるかとかないよね。大丈夫だよね。それはもうない。あ、待って、お湯、湯煎。よいしょ。キヌちゃん、鍋ある？鍋？あ、ないない。キヌちゃん、ボール重なってる？重ねてます。重ねてます。まだね、ちょっとほら、置く場所ここ狭いからね、ちょっと使うときに広げようかなって。キヌちゃんのお鍋、よいしょ。どっくらい刻めばいいのかな。お、大きいかな。これか、このコンロに乗って。でかいな。でかいかな。でかいな。乗るかな。でもね、これぐらいしかなかった。ありがとう。いい。じゃあお湯っていうか、水を入れて、そっちに。もっと早く、もっと早く。これボウルにクリーム、これ沸騰するのに時間かかりそう。キヌちゃん、これもう火にかけた方がいいよ。あ、ありがとう。ほい。あれ、クリームチーズとチョコは別々のボウルかな。あ、取ってあった。あ、よかった。そうだよね、直で持つことになっちゃうね。そうだよね。危ない、ちょっとみんなにやられるとこだったわ。やめて。じゃあ温めて。あ、危ない危ない、ファイルがまた溶けちゃう。よし。
ファエルが今コンロの方に行ってた。大きいボウルにクリームチーズ、グラニュー糖を入れ、滑らかになるまで。クリームチーズが入ってます。グラニュー糖だ。グラニュー糖測る？測ります。グラニュー糖はちょっともう先行ってて。ああ、はい、自分でやります。自分で。ちょっとでもチョコをやらなきゃ。ボール、その測る用のちっちゃいボールか。これで、これでいっか。グラニュー糖、あーチョコが。グラニュー糖はグラニュー糖どこだ？この下にある。よいしょ。うわっ、わーわー、いっぱいあるぞ。わあ、いっぱいある。ちょっと助けてくれ。これ自宅みたいだね。ココア、ココアパウダーあった。あれ、ココアパウダー使う？あれ、使わなかった？記憶にないな、使うか。やばい。ある？これか、上白糖。砂糖で大丈夫。これだ、上白糖。これ使います。あっと、これもちっちゃいやつか。これを、これをなんかジリジリ言ってる。あ、私のか。ココアパウダー使わなかった？ね、ココアパウダー使うやん。すいませんでした。グラニュー糖6。待って、薄力粉とかも30か。後ろ、なに、あ、これ切って、ん、それで一番上。あ、ドルチェ。あ、待って、ここにもあったわ。30、30。このココアパウダーは使わない方がいい。怖いなぁ。まあいいや、まあいいや、とりあえず。まあ1グラムくらい増えても大丈夫だろう。あと2、あと1。よし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 。いけた。30だ。あげる。え、くれんの？いい子かよ。マジ？マジ？嬉しい、ありがとう。なんか私何もしてないよ、さっき。いや、してる。もう30超えたわ。本当？大丈夫大丈夫。あ、違う、ボールの量を減らしてなかったわ。あ、本当？戻せるかな。戻せる戻せる。いけ。え、私じゃあ何しよう。こうして、もうこれを1回ゼロにして。しちゃったな。よし、生クリームだ。これ怖い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 。じゃあ私生クリームを開けて、じゃあ私材料揃えるわ。ありがとうございます。卵。あ、ぴったし。ベーキングパウダー。よいしょ。これはひめちゃんの。あ、これ止めてたやつとかある？ん？このまま入ってた。あ、うん、ね、そのままだった。あ、テープか。そう、ありがとう。で、次は何を用意するのだ？のだ？のだ？すぐね、ファイル閉じちゃうとよくないね。よいしょ、よいしょ。もうやばい、何を使われるのかわかんない。クリームチーズとグラニュー糖を入れ、滑らかになるまで泡立て器やゴムベラを混ぜ。でも先にチョコ溶かした方がいいかしら。本当？沸騰してる？あ、してなかったわ。じゃあしてなかったから。そうだね。じゃあダメや。そうでしたね。こやつら邪魔やな。なんか楽しい。そうね、人と料理作ることもないから。そうだよね。新しいや。あ、柔らかいよ、クリームチーズ。あ、火の近くに置くに。置いてたから。それはすごい奇跡奇跡。よし、何を混ぜるって言った？これはキヌちゃんが用意してくれたグラニュー糖。そうだね、これやな。はい、これです。これを混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜして。こんな危ない、包丁ちょっと危ないから。包丁危ない。ちょ、一回洗い場打ちます。 OK。 で、溶いた卵を餅に入れるのか。これなんだこれ。まあ、まずはちょっと弱火にしとこうかな。キヌちゃんそっちにあったわ。キヌちゃん、あ、危ない。卵。あ、ありがとう。置いとくよ。溶いた卵。うわ、あああかんな、これ、うん、あかんな。もうちょっと、いや、ちょ、意外と硬いかな。なんかさ、この砂糖バーンってやっちゃいそうで怖いね。わ、うん、かる、あの、バーンってね。ね、弾けるよ。自宅だったらこの手で割ってやっちゃいそう。手でこ、手でこねこねしちゃう。自分が食べる上には。ゴムベラで混ぜるって、ね、自分では食べるんですけどもね。よしよし、これあかんな、混ざらんわ。いや、それがね、混ざるんすよ。いける？いけるよ。本当？結構ね、この番組でチーズ、実は使ってる気がするんだけど、うん、でもね、なんかだんだんこうやってね、えいって潰しながら、えいって
こうやってえいって、なるほど、こうね、そう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 、こうね、ほら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 、あ、いける、ほらほらほら、ほんとだ、こうね、そうそうそう、そうするともうこのね、チーズのこのね、やばい、超すごいんだけどだべいけるいけるいけるべもう砂糖だって入ってってるもん、ジャリジャリがなくなったべ、これですげーな、さすがもうプロや、よし、伊達に21回やってないぜ、すごいおらおらおら、こんなほら混ざったよ、そしたら卵、でも絵のようにならない、確かに、でもこれあの半分の量で作ってるから、あ、そっかそっか、せや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 、じゃあこんなもんか、で、これに溶いた卵入れるのね、そう、卵でもね、半分なんだよね、あ、じゃあそれ半分ちょうだい、え、だって今そういうことを言いたかったんじゃない、ここにも一応あるよ、そこにあるよ、あ、なるほど、半分こじゃなくて1個を使った半分、そうそうそう、なるほど、なるほど、チョコ入ってる、やばい、さえばしあった、チョコ入ってる、まあ、いいでしょ、大丈夫か、あ、からえ、そう、あ、からが良くないね、よし、半分ってなんどんなだろうね、ねえ、目分量になっちゃうね、目分量、あ、大丈夫か、わかんない、もうわからん、カラーをステーのキーのトキーの、おかしいね、目分量が大丈夫なのかっていうところはあるよ、あ、でもやっぱすごいなんか混ぜ慣れてる感があるよ本当え、キヌちゃんの得意料理は何なの、なんだろうな、これを出しとけば間違いないみたいな、え、でも超無難に肉じゃがとかかな、めっちゃいい、どう、そう、めっちゃでしょ、発狂、いや、もうあの肉じゃがはマジで一番すごいよ、むしろ、マジ、そういう、うん、そうかい、なんでそんな無難にっていうので、え、なんか定番じゃない、なんか、え、でも定番だから、私肉じゃが得意ですとか言う、定番だからこそいいんだよね、あ、そう、でしょ、そうだよこんなもんかな、得意料理、そう、最高じゃん、その肉じゃがをさ教えてもらったの、うん、なんかあのこの携帯とかでさ、なんかレシピ載ってるやつ見て、うん、こんなもんかしらって、すごい、でもやっぱ何回も練習したよ、一発じゃやっぱできない、でもそれでもすごいわ、きぬちゃんの家庭の味みたいな、そうやっていいな、本当に家庭の味っていいよね、なんかもう私はさ普通にさ、うん、なんかもうなんだろう、もうスーパーとかで売ってるさ、グラタンの素とかさ、うん、カレーのルーとかさ、うん、なんかもう本当にもうなんか絶対失敗しないみたいなやつ、うんうんうん、肉じゃがってさ、だってもうそうね、みりんとかね、なんか醤油、ね、お酒とかなんかさ、うん、そういうなんかさ、そういう調味料を合わせて作っていくじゃん、あ、チョコですね、うん、あ、めっちゃ沸騰しとるわ、どうしよう、途中でやめ、あ、ん、あ、え、いや、やめとこ、火消しとくわよし、でも私結構チーズの方混ざってきたからチョコ優先するわ、やっぱうまい、あ、すごいね、私全然分離してるわ、あ、あ、足がこうね、あ、そう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 、ちょ、キヌちゃんボールがちっちゃかったそういう、あるそう、だからなんかさ、漏れ出ちゃう気がしてさ、すごい漏れ出ちゃうすごい慎重にやんないとそうだね、怖くてさ、手にくっついちゃいそう、泡立て器にすればよかったな、あ、そうか、まあ泡立て器もあるよ、あ、本当、うん、でもほら洗い物増えちゃうから、大丈夫大丈夫、洗い物はね、もう洗い物どんどん増やしていってるスタイルだから大丈夫よ、しゅ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 、あ、チョコ溶けてきた、しゅ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 、これみんな見てて楽しい、大丈夫、いや、楽しんでると思うよ、ほんとあんまりうまく作れてないと思うけど大丈夫、いやいや大丈夫さ、みんな優しいね、優しいよ、優しいね、こうやって、ね、私たちがクッキングいろいろはちゃめちゃやってわーとか言ってるのをこう見守ってくれている優しい大人たちだ、あれ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 、大丈夫か大丈夫か、あれあれ熱かったっす、またファイル焦がさないでよ、うん、焦がしそうになった、一瞬危なかった、できたできた、だってそれ取ってないじゃん、大丈夫なの、ん、鍋取ってなくない、取ってないわ、危ないじゃん、何してんのあれ怒られたでも大丈夫、これで、そしたらこれをチョコ入れる、ちょっと混ぜる、なんかなぁ、うまく混ざってない気がするなぁ、ほんと、でもさ、結局、まあ、最後にまた混ぜるか、うん、じゃあいいわじゃあいいわ、このままとりあえず、で、チョコ、チョコ、あ、もう一個ベラ、あれ、ベラないじゃん、あ、これ使えない
いい、うん、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。え、じゃあこれちっちゃい、うん、なんかちょこちょこなんか笑い声が聞こえるんだけどさ見守っとるんやそんなに私変なことしてるかな、見守っとるんや、大丈夫かな、後で怒られたりしないかな、大丈夫や、さあ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 溶けてくれよ、大事大事、待つことなく、よし混ぜる、あいい匂いがする、このまま食べたいな、このねえもう湯煎にかけられたチョコがね、なんだよ一番、絶対家だったら食べてるわ、ペロー、でもさこれもう 50g ぴったりだからさ食べたらもうねあれだもんね、そうね、ちゃんと測っちゃったけど ね、あ待って、私チョコ溶けてないとこあった、 おじゃあ私はしっかり頑張って溶かそう、やった方がいい、あーこれ湯気が熱いですね、そうだよ、それで私さっきあちゃ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 ってなった、気をつけなあかんね、あ分離してる、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、さっさっさっさ、これであんまりいじんやばいぞ、ほっよしこっちやっとこよく混ぜた方がいいかも、よオッケー、あえどっちの話、あ、まずチーズチーズ、ね、そうだよね、結構ダマ感が、ダマ感が今やっぱね、みんなもし作るならあれかも、泡立て器の方がいいかもね、いいかもね、ちょっとベラだとあれかも、均等に混ざんないかも、ちょっと大丈夫かこれ、ポコポコしてる、うん、うん、まあ大丈夫っしょ、でもここから見ると大丈夫だな見た感じはね、見た感じはね平気な気がする、大丈夫大丈夫大丈夫かしら、大丈夫大丈夫だよ、大丈夫、お腹壊さないよ、ヒントだから、まあ焼くからね、結局ね、そうそうそう、よしよいしょ、あ、もう大丈夫、あ、せいせい、ほら、また笑ったよ、うちのマネージャー見守っとるんや、そういい席で見てるよね、すごいいい席で、ね、一番いい席で見てるあ、これは完全に溶けたな、で、こん中にチョコ入れるのね、ふむ、OK、じゃあ私粉だね、粉、そう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 、わうわ、めっちゃいい匂いやんな、やばな、なのって言うたってそれめっちゃ素で言ったわ今いいじゃん、いいじゃん、いいね、じゃあ私はやばい、ちょっとみんなにスノーキヌガワさんがバレてるよねいいじゃないの、スノーキヌガワさんで、そうだね、ほんと口が悪くなっちゃうからよくないね意外ですけどね、みんなもしかしたらみんなにとっては意外かも、あーそうかな、夕霧さんのイメージとか、あ、そうね、なんか大人っぽいみたいなイメージがね、イメージがあったらもしかしたら、もしかしたらちょっとね、それはまたね、うん、そのイメージ保とうかな、じゃあ、あ、そうね、よいしょ、こんなもんでいいかしら、粉を入れすぎましたね、で、ちょっと私は恩返しをするよ、ひぬちゃんに、お、マジ、うん、やった恩返しする、で、あと生クリームは何、大さじ3番、そう、これ大さじ3番、ちょっと待ってね、ほいしょ、こいつやな、コアパウダー、大さじ3杯だけど違うのか、あ、そう、半分、そうそう、まず1入れて、ほっ、1、3って こんなもんか、23になればよし、まあ、いいか、あ、オッケーはい、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 よいしょ、あ、やばい、で、混ぜ混ぜするのね、混ぜ混ぜ、え、大丈夫だよね、ここに入れるもんね、よし、オッケー、あ、よかった、ページが戻ってた怖いよ、なんか違うと思った、よかった、混ぜ混ぜして、さあ、ここで皆さん聞いてください、ベーキングパウダーの 1g の半分は 0.5g ですよねこれ 1g までしか測れないんですよどうしたらいいと思いますか、ちょっとで 1g 測ってさ、うんうん、目分量で半分入れて、その半分は私に、あー、そういう、あ、それナイスじゃん、それいいね、ほら、きたきたきた、ほれいい、きぬちゃんナイス、せやろ、うん、きぬちゃんがいてよかった、え、ありがとう豪快に笑う1g、 1g、 そうね、この 1g の半分を、あ、ほんとだ、結構ダマ感がね、そうなのよ、残っちゃうね、難しいよね、え、待って、全然 1g になってくれない、あれかも、クリームチーズさ、最初にやっぱちょっとレンジとかで温めて
もうちょっと柔らかくしてからの方がよかったのかな、ね、溶けやすいかもしれないね。これダメだな、 1g 測れない。あ、測れない。あら、あら、じゃあ自分の好みだ。好みか好みだ好みや好みや。で、こんぐらいかなっつって、せやせや、よいしょ、こんぐらい。0.5 ってどんくらいよ、もう。本当に測れてるのかな。え、みにゃみはさ、自宅で作ったりする、うん、いや、それがね、うん、ちょいちょいするんだよ。シフォンケーキとかね。あ、すごいじゃん。これと全く同じのを買って、いいね。そう、作るってね、楽しい。ちゃんと家でもさ、測ってやってるの。やってる、測ってる。素晴らしい、素晴らしい、ありがとう。やっぱね、難しいよね。ねえ、やっぱ途中でさ、やっぱ測るのめんどくさくなっちゃうよね。なんか料理とかはさ、味見しながら、そうなんか味を足してったりするからさ、あんまり測るってことあんましないかな。まあいいか、こんくらいで。で、ボウルがなくなってしまったので。で、私もその粉々に移るのよね。あ、真ん中の一番下。これを。もうまな板使わないよね。あ、でもいちごとか、結局、切るかな。でもいいや、あれバタソナ。こんな、もう、あれ、あ、ちょっと、ボール、あ、洗わないとないね。きぬちゃんに恩返しだ。あ、なんて素敵な。ありがとう。いやこれね、よかった。素晴らしい。それを、粉ふるいや。あそこにある。粉ふり。あ、これか。せや、どこに振るの？これじゃない？あ、もうこれ混ぜなくてこのまま。そうそう、それ多分混ぜないといけないかも。あ、なんやし、なんやし、なんやし。多分混ぜないといけないかも。どうだろう、スプーンとかでいいか、このだし、うん、このスプーン使っちゃっていいかな。使っちゃい、洗えばいいもんね、後でね。うん、よし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 。私は 20g。 よし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 。あー、もうまたやったよ。どうした？もう多いよ、さっきから私 23g になっちゃった。あ、いった、こんなもんかな。で、3g、 20で1にふるいにかけるのね。22、そう、ふるいにかけて。あ、きたきたきた。ちょっと微妙だな、これレンジでチンしちゃった方がいい気がするけど、いいかな、ダマ感が。大丈夫じゃない？私はね、一番心配なのがベーキングパウダーだよ。もうせやな、もう測ってくれなかった、 1g 単位を。これまだ使うか。じゃあちょっとこっちに置いといて、ふるいにかけのかけてから、えい、あ、かけたら混ぜ混ぜして終わりか。ほうほう、あ、ほんと？うん、混ぜ混ぜ。あ、待って、余熱しない。あ、びっくりした。そんな騒ぐことじゃないよ。いや、今日叫ぶことなのよ。でも気づいて素晴らしいよ。私もうすごい忘れてた。びっくりした、びっくりした、びっくりしたね、びっくりした。よかった。そう、粉をやるときに余熱しようって思ってたんよ。いや、よかったよかった。チャリちゃん、うるさいな。よしよし、あ、OKオーケー、オーケー、オーケー。子供の時これ好きだったな。このフライね。そうな、この上でさ、小麦粉たちがこのコロコロする。あ、わかるわかる。これが可愛くてね。これを、うんうんうん。粉フライ、粉フライ。あ、このコロコロね。これを指で、指じゃない、スプーンでゴリゴリして。ゴリ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 。なるほど。そうか、この今、この玉たちはどうしようって思ったら、そういうことか。こうやって、ゴリゴリやって、うん、潰すのね。これで多分、混ぜて終わりなんじゃない。終わりではないけど、終わりではないけど、さあ、よいしょ、こんなもんか。混ぜて、ふるい入れる、ね、で、混ぜると。しょしょ、へえ。で、ベラで混ぜるのね。わかんない。え、とりあえず混ぜてる。よしよしよし。粉多かったかな。そんなことないよね。うん、そんなことないんじゃない。大丈夫だよね。よし。あ、待って、あ、ベーキング、あ、私のにも入ってるよね。入ってる入ってる。あ、ですよね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 。ベーキングパウダーって もし足りないと思ったら、ちょっとそうです、ここにあるけど。いや、信じます。あ、やざす、信じますよ。ちゃんと同じぐらい入れたと思うんだ。オッケー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 。
ベーキングパウダー本当にちょっとでいいっていうのがね。ねえ、そう。でも 0.5 でさ膨らむのってちょっと思っちゃう。大丈夫なの？怖いよ。あーすごいいい匂い。一緒に感じたね今ね。めっちゃつまみ食いしたい。この状態でつまみ食いしたらちょっとお腹壊しそうじゃない？チョコ食べたい。チョコ食べたい。あでも本当だね。あでもさっきもチョコ食べたのか私。あ本当？食べた。カフェ行った時。あカフェ。そうそう。実は今日キヌちゃんとお昼も一緒だったからさ。実はね。朝ね収録一緒だったの。実はそうそう一緒だったから。そう実はねそのカフェでちょっとだけね。なんか魅力的な飲み物があったからね。頼み終わった後にちょっと待ってくださいって店員さんにいきなりあみたいな感じになった店員さんもこれでって言ってあじゃあ注文ご確認しますねちょっと待ってくださいそうえってなったよねじゃなんかさ通常メニューの裏になんか期間限定のなんかメニューがなんかちらっと見えて見えたもしやって思ってさって言ったらもうちょっと待ってください。もう本当に終盤のこのねあの注文を繰り返す前の時にではって時にちょっと待ってくださいって言ってで、ね、ちゃんとあの商品の説明をえこの黒いのは何ですか？しっかり聞きよると思ってでこっちはなんかチョコでこっちは抹茶でなんかあまり甘くなくてビターな感じでこれをお願いします。声で頼んでたわ。いやでも。美味しそうだった。いやすごい美味しかった。よかったよかった。いやでも期間限定のメニューはね、やっぱ前に置いといた方がいいと思う。いや私一番最初に見たよ。あマジ？前に置いてあったから。いや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 。一番に見るよ期間限定のやつ。いや後ろにあったよ。本当後ろにあった。ちゃんとどこには後ろにあったのかもしれない。まあちょっとなんかね、ほら席ねちょっと離れたからね。これも入れちゃっていいのかな？よし、どう？混ざった？うん、結構混ざった。ダマも、まだあるけど、だいぶちっちゃくなったから。大丈夫？なんかチーズのダマな気がするよ、これ。ちょっと君のダマを見して。ダマチェック。あ、全然ダマないやん。え、嘘？私、もっとなんか粒でかい。ダメだ。ほら。おー。反応に困ってるやん。確かにキヌちゃんでも一緒ぐらいだよ多分。本当、うん、優しい、ね、私のボールがこれ多分でかいからそう見えるだけで。あそうこれやんの忘れた。こうね。そうこうやってこうやって押しつぶして押しつぶしてそうだほらこうこうあでもすごいいい匂いだしねカップに入れちゃいますか。これこれ。オッケー。ただね多分余熱もいい感じになると思う。終わった余熱？まだまだか。じゃあその間ずっとこねてよ頑張ってダマをなくすの、ね、少しでも減らして滑らかにこれで3つずつ作って、うん、でここに入れるらしいよ。おあすごい専用のだ。じゃあ専門これに入れます。あこれにカップを。あなるほどね。ほんほんほん。ちょっとキヌちゃんが頑張ってる間に私もやっちゃうわ。もうはいはいはい、どんくらい入れたらいいのかな。さっとあれ？なんか今いやこの画面見てさ、私緑のリボンついてるの後ろ。あ、そうだよ。あ、そうなんだ。え、今更気づかなかった。え、メイクさんと相談してつけたんじゃないの？いや、なんかあの後ろで、あのローポニテでって話をした後記憶ないな。してないと思うな。私はずっとあエプロンの色と合わせたんだ、可愛いなと思って見てたよ。あ、違う、その時マネージャーと話してたからだ。あ、マネージャーさんのせいにされきっとね、あのマネージャーさんのせいにされてますけど、ちょっとね、なんかでもあれだよね、私から話振ったよね、マネージャーに。じゃあ、キヌちゃんじゃん。ちょっとごめんね、別にマネージャーのせいにしたわけじゃないの。ただそう別のことしてたから気づかなかったよって。あ、そっかそっか。じゃあその間にもうミキさんがもう気を利かせてスッてねやってくれたんや。あ、ありがたい、ありがたい。すごいね、さすがセンスの塊やで、ね、超可愛いよね。今チラって画面に映ってハッてドキンってするよ ね。しかも緑ってあんまり私、普段からあんまり身につけないからさ。あ、確かにね。そう、なんか嬉しい、こういう時に着れて。カラフル可愛い。よいしょよいしょ、よしよしよし。結構ダマなくなったな。あ、本当？うん、よかった、良い感じ。じゃあ私がちょっと最後のこれを入れたら
ら、ちょっとどっちがどっちだったかってちょっと分かるようにしとかないとね。そうだね。なんか印つけとくわ、ここに右上にこいつがいるよってやっ。なるほどね。ほど持ち上げて台をと表面を鳴らす。あ、嘘。ファイルの上、ファイルの上、ファイルの上。あ、いい感じ。いや、いい感じ。いいファイルを使ったね。ね、よかった。いいファイルだから。よかったよ、本当に。結果オーライなんです。でもファイルはやっぱ下敷きに使われちゃうの、ね。ごめんよ。これからよろしくなって。よし、できた。よし、じゃあ私も入れるか。あ、ありがとう。あ、これがあれがないわ。あ、あったあったあった。カップカップ。あ、カップか。これで。カップカップ。ちょっと待って、一回手を。あ、そうね。一回手を洗う。一回手を洗う。あ、余熱終わったー。ちょうどいいタイミングじゃん。ねえ。これでキムちゃんが入れて、トントントンってやったら、30分焼くんだって。30分か、結構あれだね。そうだね。すごいね。結構焼くね。30分か。結構だな。2。30分か。私はその間にお片付けでもしてるか。よいしょ、いい子だね。よいしょ、いい子だね。さてて知るやん。で、そして入れるのね。わ、なんか入れるとき怖いね。大丈夫？あ、漏らさないかな。スプーンでやる？スプーンで。せやな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 。ありがとう。溜めるね。逆にあれやな。これが、よいしょ。あ、そうだね。これが邪魔にね。え、ちょっとだけ味見しちゃおうかな。よいしょ。うんうん、よいしょ。あ、いいね、いいね。いい感じ。シンク。え、どのくらい入れんのかな？半分くらい？ん？いや、あ、でも私全部入れたよ。あ、ほんと？全部こう均等にいい感じに入れた。いやー、黙ってるね。すごい黙ってる。あ、まあいいか。まあまあまあ、まあ、許容範囲、許容範囲。そう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 。問題ない問題ない。問題ないね。問題ないわ。まあ使ってないか。よし。よし。よし。綺麗に綺麗にするよ。もう使わないからね。少しずつね。少しずつ。よしよし。よし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 。わあ、なんかあれだね、やっぱ。デザートの方がなんか緊張するわ。緊張する。あ、繊細な気がする。そうなんです。しかもね、この後にね、盛り付けっていうあれが待ってるからね。あー、見た目を綺麗にする感じですね。そうなのよ、そうなのよ。センスが問われるやつ。それはそれはそれはちょっとここはね、センスがそれは光よ。スタッフさん、あれ、あ、じゃあ、あ、違うの、違うのね。やるんよ、私たちがやるんよ。あ、全部、全部か。実はそうなんよ。よいしょ。よしよしよし。あ、でも、でもやっぱ誰かと一緒に作るのって面白いね。すごい楽しい。ね、お話しながらっていうのがすごい。いいね。楽しいよ。一人で黙々と作ると本当なんか病んでくるもん。そんなこと言わないで。よいしょよいしょ。よしよし。片付けが順調に進んでおりますよ。うん、なんかいっぱい垂らしたけどいいか。よし。よし。鳴らすのか。うん。ちょっともうガンガンガンつって、あのファイルの上で。よいしょ。トントン。キムちゃんがどっち側だったか分かるね。あ、分かる分かる。あの、いっぱいこぼしてる、ここ私。ポンポンって乗ってる。じゃあ、あ、見えるみんな。このね、じゃん。これ、あの下の点々が私。この点がミヤミ、私。じゃあ入れちゃおう。よし。キムちゃん気をつけてね。熱いかね。熱い。ほい。そのまま入れてよい？うん。いいですね。そ。そう、いいと思います。では、30分。いってらっしゃい。オッケー。お願いします。お願いします。やったー、やったー、できたー。できた、できた。できてはないか。できてはない。できてはない。できてはない。釣られた、釣られたわ今。キムちゃんひどい。釣られたわ今。釣ってないよ。完全に釣られたんですけど。はい、ということで、お、はいはい、どうします？焼ける時間まで何して。お、30分くらいあるんだね。あるもんね。じゃあ、じゃあ、うんうん、この待ち時間でちょっと、はい、ゲームをして遊びたいなと思います。やったー。いきますよ。オーバークック、イエーイ。イエーイ。こちら
ですね、協力クッキングアクションゲームで、うん、私たちは今からシェフとなってオーダーに応じてお料理を作っていきます、うん、ちなみにですね、私これはあの番組でも何度かってかやったことありますし、うんうん、ちゃんまきとやったんだよ。あ、そうなのか。そうそうそう、とかで、はい、楽しくやったんですけど、うん、ちょっとどうなるのか。きぬちゃんはどう、やったことは。やったことない。でもなんかね、プレイ動画とか見て、そう、内容は知ってる。なるほどね。じゃあちょっと、うん、それであのお互い協力しながらやりつつ、対戦モードとかもあるからね。お、そうなのか。やっていきたいと思うんですけど、あ、じゃあ椅子が、椅子が来た来た。はいはい、どうぞ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 。よいしょよいしょよいしょ。あ、そしてですね、ここは、はい、ここがシンクが危ないので、はい、ちょっとここをですね、洗います。一回ちょい、あ、どか蓋をします。あ、そう、なるほど。ほい、あ、そんなシステムが、はい、ありました。素晴らしい。これ私のかな。じゃーん。お消えた、キヌちゃんの。そう、たまにね、あのゲームもしたりする、そんな番組なんですよ。でも結構珍しいかも。私が 2P かな。あ、かな。 1? 私が1かな。あれ、あ、キヌちゃん丸を押してる。あれ、おー、あ、違う、あれだ、 PS ボタンもさんと。あ、ほら、あ、あれ、うん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 、あれ、あれ、キヌちゃんのが動かないのかな。あ、これ私が多分1だから。あ、ま、なんか戻った。お、あ、いった、イエーイ、よし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 、じゃあやりますか。よし、あ、あ、いい音。なんかね、優雅な音楽なんですけどもね、うん、結構やってることは殺伐としているんですよそうなんですか。そうなんです。じゃあちょっとなんか仲が悪くなるで有名な。あ、そうなんだよね実はね、そんなゲームなんですけど。いや、でも大丈夫だ。あ、これ簡単なとこじゃない。1の1だもん。あ、じゃあいける。星さん目指そう。星さん目指そう。いける、いける。頑張ろう。ちょっとまな板邪魔キヌちゃんの視界を邪魔している本気で、本気だから。私が青だね。私が赤か。よーし、行くぜ。あ、玉ねぎ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 、じゃあ私、玉ねぎ置いてくれ。はい、めちゃ味っこ。玉ねぎ3個私も切ればいいのかな。あ、これもらうわ。あ、そうだね。あ、いい、いい、そう、いい分担がされてるよ。あ、じゃあ、それくれい。あ、ほーい、へい、ほーい。あ、いいよ、いい感じ。あ、ごめん、急いで、焦げちゃう。なに、なに、ちょっと私が食材入れるの早かったちょっとで、あ、玉ねぎあげればいいよね。玉ねぎね、はい、はい、はい、玉ねぎしかないじゃんね。玉ねぎ屋さん、玉ねぎ屋さん、これできた。あ、お皿、お皿、お皿。あ、お皿そこにある。はい、よいしょ。で、あ、また入れちゃった。急いで、急いで、これ渡さないと、ここに。ほら、一回、これ引くから。あ、できた、できた、直置き。あ、直置きできた。直置きできた。あ、な、な、なに、なに、汚れた皿は流しで洗おう。どこどこどこ、はいはい、長押しで汚れたお皿は、あ、あ、これか。なるほど。ちょっと、キムちゃんに洗ってもらおう、これは。あ、オッケー。あ、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 これ、四角。出来上がった。待って、玉ねぎを永遠と切り刻んでいるだけなんですけど大丈夫これ。メニュー全部玉ねぎ。全部玉ねぎだね。まあ、1の1だからね。あ、でこれ1、3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 、
写真見ます。逆に置けなかった。どんどん来ていくよ。慣れてきた、慣れてきた。ねえ、すごい、なんかこれめっちゃいいペースだと思う。うん。ほらー。サラカー。サラカー。あ、サラカー。よっしゃー。ドキナー。ドキナー。そこもおろし。これ。これ。これ。サラサラサラ。あ、危ねえ、危ねえ。あ、サラカだ。サラカだ。いや、洗います。ありがとう。切り方かわいい。かわいい。あ、まだ見せないじゃん。よし、玉ねぎ切れた。よいしょ。私これ運ぶ。あ、頑張ってる。よし。あ、玉ねぎがないね。玉ねぎください。お待ち。おい。やったー。おい。おい。私、お皿、汚れたお皿運ぶわ。あ、せやね。そうしていただけると。そうだね。だんだんこういう分散が分かってくる。せやね。で、こいつだ。
何のどこ置いてるの床に置いてた床に置いたちょっと衛生法、ね、に引っかかりますよ。危ないですね。これいつ終わるの？あと59秒ある。あ、結構ですね。動けない。玉ねぎが大量にある。え、でもめっちゃいいペースだと思う。どうかなあ。待って、オニオン、オニオン、オニオンスープ屋さんなんだね。そうだね。そういう差がないじゃん。バイト雇った方がいいと思うな、私ちょっと2人じゃ足りないかな。待って、ダッシュできるよ今。え、マジ？バツボタン押ったらダッシュした。あ、めっちゃ速い。危ない危ない。キッチンで走っちゃいけないよ。走っちゃいけないよ。危ないよ。あ、待って。怒んないで、怒んないで。怒んないで。ながり待って。待ってください。待って、皿洗うのめっちゃ時間かかる。よし。あ、いいね。ダッシュいいね。いや、やばい。あと12。待って、待って。しゅうちゃん、これを出すんだ。早く。いける、早く出て。よし、待て待て、お願いします。ちょうど最後で出てきた。よかった。あー、3はいかなかったか。いや、でも玉ねぎさんに喜んでもらえてよかった。よかったね。あ、よかったよかった。ダッシュを直前で知れた ね。そうだね、ダッシュ使ってこう。よし、もう一回。これ多分ランダムで来るんだろうな、きっと。あ、なるほど、ね、1の1とか1の2とか、うんうんうん、あ、待って、2の4だ。あー、全…あ、うん、まあ、いけるっしょいけるっしょいけるか。欲しい、1は欲しいね。そうだね、160。どうやってやったらいけるのかな。ダッシュを頑張って、うん、よし。どっち、私が上か。そうだね、上の赤。私がじゃあ、なんだこれは。バーガーだ。あ、パンをくれ。え、パン、え、どうやったらいいんだこれ。え、ね、あ、え、ん、ん、あ、待って、ここに置いてそっちで取るんだ。なるほど。え、待って、2面でこんなつ、むかつくじゃないや2面でこんな難しいの。ちょっと肉を切って私に渡してくれ。せやね。待って、いきなりむずいんだが。あ、流れてっちゃう。流れてっちゃう。よし、で、切って、私はここに上げて、で、私がここで待って、で、上げて、よいしょ、焼きます。で、あ、間違えた、間違えた、焼きます。で、私キャベツ置くよ。はい、次、トマトかな。トマト、あ、できた。待って、キヌちゃん、これ焼けた肉。よし、これさ、肉さ、フライパンごと、フライパンごとしかできないのかな。肉は全部必要だから、基本焼きっぱの方が。そうだね、肉お願い。はい、いや、このさ、いいよいいよ。で、フライパン置きます。キャベツと、肉と肉でキャベツ、あとキャベツじゃないな、レタスか。あ、そうね、キャベツ、あ、トマトだ、トマト。で、肉だ、肉だ、肉。ベルトコンベア放送。肉、肉、肉、レタス。あ、バンズだ、バンズ。めっちゃ流してくる。とりあえずもう食材いっぱい流すわ。はい。あ、皿も来とるやん。これ皿、あ、大変。え、洗うのも、あ、洗うのはそっちだ。行きます。はい。あ、待って、バンズが、バンズが死んだ。廃棄されちゃった。すいません、肉置きます。あ、肉、あ、もう、あ、違う、まず肉やな、肉優先やな。肉だな、肉を待ってます、私は。おりおり、あれ、むちびど急に2面来ちゃうか、ね、あ、肉できた、肉焼けたよ。よこせ、肉セーフ。待って、これ、よいしょ、あれ、これ焼けない。あ、ダッシュ、ダッシュ忘れてた。フライパンじゃないんだ。あ、フライパン、あげるあげる。ありがとう、はい、肉焼けたよ、キミちゃん。あ、ありがとう。よし、はい、くれ。あ、お皿も渡すわ。あ、お皿、そうやね、お皿ないと置けへんわ。待って、やった。あとパンもだな。パンね。あ、で、置けた、肉。あ、あれ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 、フライパンに。あ、肉。あ、待って、廃棄されちゃう。廃棄されちゃう。待って、待って、肉が。あぶねー。焼けた肉。ね、ありがとう。あ、待って、フライパン、フライパンでこれ落ちたらどうなんだ。確かに、廃棄されちゃうね。今、肉パン、あ、肉パン。あ、お皿、お皿。あ、待ってね、あ、廃棄されちゃう。廃棄されちゃう。待って待って
洗います。洗います。切ります。ね、まだ何もつかパンがないですね。あ、パンがないですか。ちょっと待って、肉を焼きたい、肉を焼きたいんで、私はパン、はい、パン。ありがとうございます。あ、皿がないですね。あ、皿ですね。皿こちらに、はい、はい、汚いお皿もあげます。汚いお皿、ありがとうございます。なんか揺れてる。あ、ごめん、待って、待ちなよ、少しさ。あ、待て、肉が待て、肉。あ、これ切ってないキャベツじゃないレタス。待て、やばい、待ってしょ。はい、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 あ、はい、一人、あ、待って、肉が、肉が一番やばい。切れてて、よいしょ、お皿、お皿。あ、ありがとう。なんだ、なんだ、あの人は諦めよう。あの人は諦めよう。あ、パンがないです。あ、終わり。早いな、ちょっとこれ、あれや、やばいか。でも、よし、あ、でも、ギリだ。1つ星を獲得しました、うん、なんか残念がってなければね、うん、実はね、練習の時本当1つ星も取れなくて、マジでもうなんかね、オニオンがこんななってたから、グロッキーになってた。よかったよかった。あ、どうなってるかな。17、膨らんでるよ。待って、かわいい。かわいい、ぷっくりしてる。すごい、ちょっと膨らんでますね。見えないかな、見えないか、こんな顔ちょっと見えないかも。あ、ほらぷっくりしてるよ。いや、やったね。あと17分。結構だね。そうだね。じゃあまだまだクッキング、まだやってもいいですか。やった。やっぱちょっとここ極めよう。そうだね、リークルタウンを極めて。せや、他はね、結構ね、邪魔されたりとかね。そうなの。結構ね、大変なのよ、実は。あ、ちょっとさっきと違う。待って、6の2だよ。え、どういうこと。ねえ、ね、1の1から4位って、次6だよ。これ星1取れるかな。せめて星1取れたらいいな。広いな、これ。広い。玉ね、マッシュルーム。マッシュルーム。なんでこれどうなってんだ。あ、これ自分たちでできるんじゃない。切ることもできるし、焼くこともできる。私でも食…あ、ほんとだ。私玉ねぎしかねえの、うん、私マッシュルームと玉ねぎしかない。私トマトやるわ。玉ねぎはどっちもあるんだね。トマト…どうしたらいいのこれ。あれ個人戦みたいな感じになってくる。なんかそんな感じするね。私トマト、トマトを、あ、なにこれ、あ、これ、あ、そうか、なきゃいけないのか。これを、あれ、なに、お皿持ってんじゃん。これか。グツグツ、玉ねぎが連続してるよ。あれ、キノコか。え、それ玉ねぎじゃん。玉ねぎや。で、玉ねぎ。あ、待って、あ、できてる。あ、できた。これで、これを置いて、よいしょ、よし、きたー。よし、きたー。これは玉ねぎもできて。あ、やべえ、床に置いちゃった。衛生面。やばい。肩が可愛いな。鍋まで遠いね。そう、玉ねぎ。まあ、玉ねぎだよ。私も今玉ねぎ、オニオンスープ。オニオンやってる？やってる。トマト作ろう。玉ねぎだもんね。玉ねぎで。玉ねぎ多いね。みんなオニオン大好き。さっきもそうだったもんね。美味しいけどね。確かに。玉ねぎ好きだよ。そうね、お皿のこと忘れてた。と玉ねぎが今キムちゃん。あれ、洗い場どこ？私なくない？洗い場。あら、あったあった、下やん。下やんけ。あれ、これちょっと。で、次は、あ、お皿のこと。どこ？あ、マッシュルームですね。トマト。やばい、マッシュルームは私の担当だから、ミニアミのせいにできない。私はトマト担当。よし。あ、ネギ邪魔やん。もう玉ねぎ頼まないで。マッシュルームが揺れてるよ。マッシュルーム揺れとる。ごめんね、多分その注文聞けない。聞いてあげて。そう、ちょっと危ないですよ。トマトが揺れてるよ。で、距離が遠い。ちょっと内装もうちょっとね、考えて作った方が良かったね。よかったね。トマト行きました。素晴らしい。
汁も頼まれてる。オニオン、あ、待って、オニオンがやばい。オニオン、オニオンできる2個。あ、でもそっちの方が多分早い。本当？うん、ダッシュがクソ早いな。ダッシュすぐ忘れちゃう。オニオン早く、オニオン早く、よし、来た、ギリ。いやー、待って、やばい、トマトはトミタの手にできない。せやな、トマトだけは。あ、待って、あと、あ、なに、私何今持ってるの、わからん。あ、消火器、消火器持ってるよ。ねえ、よしよし、で、オニオンも作っちゃう。やばいやばい、トマトが揺れてる、私じゃん。あ、待って、あと14秒とか。あ、え、そうそうそう、あ、あ、やばいやばい、ちょっと待って、待って、ちょっと待ちなよ、少し待ちなって。書いてるかもね。可能性あるね。え、さっきより膨らんどる、ね、いいじゃん。ちゃんとなんか割れてるね。いいね、割れてるといいんだよ ね、 確かね。いい感じ、いい感じ、いい感じだ、いい感じだ。じゃあまだできますね。まだできます、まだできます。いい匂いしてきた、すっごいいい匂い。嗅がせたい、みなに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 嗅がせたい。殿が申しております。みなに嗅がせたい、みなに嗅がせそうって言っております。ちょっと面白い。あ、やって1の、あ、2の4だって。まあ、でも今6やったからさ。待って、さっきと一緒じゃないこれ。え、マジ？うん、一緒だよ。あ、ほんまや。じゃあよし、リベンジだ。お、パンか、パン肉、パン肉、パンね、パン肉、パン肉、肉、そしてレタス、そしてパン。多いよ、もう私は食べた。肉落ちないよ。レタス。ちょ、めっちゃ、めっちゃ。トマト。ちょっと落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃう。とりあえず、とりあえずもう、取っといた。あ、そうやね。ありがとう。とりあえず2個。とりあえず食材分を、ね、こっちに置いて。こっちまでここに置いてくんや。で、ね、あ、何置いてるの？置いて、はい、お肉。はーい、来ました、来ました、来ました。で、肉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 。肉、肉、肉。肉。肉。肉かも。肉かも。と、さ、レタス。お、ケンちゃんが嫌いときにやってもしょうがないから、ケンちゃん肉。はい、あ、待って、待って、ケンちゃん肉、肉落ちじゃん、肉落ちじゃん。うー、よし、そのままリリース。はい、肉。オッケー、あ、いいよ、いい感じだよ、いい感じだよ、この感じだよ。で、また肉を置いていく。あれ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 、リリース。これ本当にキムちゃんが一番大変だと思うんだよね。そう、あ、お、汚れたお皿が来た、汚れたお皿来た。ちょっと待って、よしよし、これをあげるあげるあげる。へい、汚れた皿じゃ、あ、待って、パンが落ちちゃう。ダッシュ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 。私が洗うと、こっちも持ってこよう。で、肉を、とりあえず今肉をあげました。ありがとう。レタスとトマトが1個ずつやね。レタス、トマト、肉を流す。あ、ありがとう。もう1個流す。あ、すごい、肉がいっぱいいった。イエーイ、いい流れだね。いいよ、なんかいい感じだわ。肉はやっぱ全部必要だからね。そうそう、パンと肉はね。はい、肉。あ、素晴らしい。お皿も一緒に。あ、え、なんかお皿、なんか、え、なんだこれ。あ、あ、なんか肉は、肉、お皿、何、肉が、お皿に肉が。わかった、お皿に乗せればいいんだ。洗ったお皿にね。うん、素晴らしい、いいね。待て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 、あ、でも今お皿2個ばさんでしたか。あ、待って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 、あ、よし、おー、危ねー、ちょっと待って、お皿がねえな。あ、そっちにあるんだ。 ごめんなさい、すまぬ。お肉、ほらほらほら、バンズも流す。ほらー、ここで私はお皿を、肉を乗せてお皿を持っていけばいいんだ。学んだ、素晴らしいね。よいしょ、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 間に合った。レタスを、あ、ブラタ落ちちゃう。ナイス、危なかった、危なかった、今すごかった、でもなんかこれ今すごいいいペースな気がするわ。本当？
嬉しいです。お肉ありがとう。なんか今ね、なんかブーされたね。なんで注文受けられなかったね。そういうことか。あ、パンと皿がない。あ、ほんと？パン皿、パンも、うん、パン、皿に忘れないよ。あ、やばい、お皿こっち危ない。これ怒ったらどうなるんだろうね。あ、待って、肉が。で、フライパンを開始して、で、こうして、待って、肉を取り合い、肉は絶対に使うから。せやな、なんかブルーチブルだよ。ひなちゃんがぐるぐる待て。肉、あ、いや、お皿来た。肉皿ありがとう。あとパンが、パンか、欲しいね。パンね、ほい、パン、よし。待て、皿が早い、ね、あ、待て、パンがパンが今さよならした。これで、これあげて、あ、ここはこのまま出せ、これも出せて、パンと肉を乗せて、まあ、とりあえずパンを。そうね。ああ、終わっちゃった。でもなんかだんだん分かってきたね。ね、7分54秒。うわ、いい匂い。うん、最高だね。全然このままでいいけどね。もうちょっとじゃない？あ、対戦しますか、だって。対戦。やるか。やるか、対戦。やるか。ちょっと結構これで、あの、あれだもんね。うん。二人で慣れてきたからね。慣れてきた。で、退出して、うんうん、これで別のモードなんだよね。これが協力プレイモード、ね。そうだね。全然仲悪くなんなかったね。仲悪くなる感じの言うことをよく聞いたけど。いや、でも次対戦でね、奪い合えるっていうのがね、あったよ。なに対戦、ローカル、うん、よし。でも、きみちゃんテレビゲームやるんだもんね。テレビゲーム大好きだね。え、何が一番ハマった？なんだろう、でも RPG とかがすごい好きだから、やっぱ FF とかが好きかな。ストーリーもあって、うん、みたいな。今はやっぱバイオとか。あ、おー、ね、ゾンビを。あ、ゾンビ、え、ゾンビを。バイオすごいできるんだ。結構好きだね。え、強い。ヘッドショット、バーってか。え、かっこいい、ま、真顔でやるんだけど。あ、何？2人いる。え、あ、魂乗り移らせるやつじゃないこれ。何そのシステム、ちょっと。あのさ、これ私不利だよね。だって私の画面ほら、私たちが映ってあ、こっちの画面見ればいいのか。ちょっと何を言ってるんですか。あ、私無理だよね。待ってこれ、あ、そうか、やってる間にこれ2人いる。そういうことか。あるね。あ、でもあるよ、これ2人でこうやってやるんだ。こうやって切ってる間に、あ、何、勝手に、あ、切ってくれてるの。一回切るってやったら、置いて切って。マジで、これ、あ、本当だ、素敵素敵だわ。あ、どこに置いた？で、魂移して焼くのね。焼いて邪魔になるよ。自分が邪魔になっちゃう。あ、危ない、肉が。あ、またパン買って肉。あ、なに、パンは切らないね。私のメニュー、レタス。あ、レタス。あ、これ肉だ。え、これちょっとむずい。これちょっとむずい、むずい。めちゃめちゃむずい。あ、お肉！危ない。待って、トマトだ、トマト。私これ、トマト切っとくか。トマト次使うか分かんないけど。で、魂移してレタス、トマトやってる間に、こやつを出しの。これ本当に、あ、やばい。レタス切りので、このちょ、めっちゃ、あ、できた。自分が邪魔だね。これもできてんのか、これもしかして。あ、このまま出せる。これできてんのか。あ、違う、味噌出した。何してんのよ。まあ、ちょっとこれ皿も洗わなきゃいけないし、これもう、なんだこれ、どうしたらいいんだこれ。あ、肉、肉か、肉で、あれ、肉だだし、肉ってどれだ、あれ、自分が邪魔なんだけど。あ、私肉、あ、あ、こいつ切るの、エンタグ。よし、よし、で待って、私肉が見つからない。あ、ただ肉じゃない。あ、ちょ、にゃろ、おにゃろ。え、なに、あ、肉焼いてないじゃん。バンズで、ちょ、なんか逆に2人使うの大変だもんね。ね、これ大変だよ。切り替える必要あるのか。切ってないし、これ。あ、いやいや、あ、これ一番難しい。ちょっとむずい。待って、肉が焼けるまで。あ、やばい。あ、間違えた。こいつはこうして。待って。肉を焼いて。これあげるから。できた。パンで肉、
ばいやばいやばい、おかしくなってくる。ちょっとでこれをで、あなくなこれどっちみんな見たら分かんなくなるよね。ねやばい、もう一人ずっと棒立ちしてるやばいやばい。あ、お肉トマトじゃん。だってこれバンズじゃん。ちょっと待って、私肉がないんだけど、肉どれ。あ、これか。あ、違う違う違う、これ違う違う。これ難しいよ。皿どこにあるのこれ。皿も帰ってきてないし。レタス、レタスで、これ置いて、肉だ、肉を。肉をやってる間にこのなんか床に落ちた。これも皿あった。で、あ、違う。何をしてるのだ。もう難しい。焼いて、何をする。あ、待って、もう時間ないじゃん。どうしようどうしようどうしよう。いや、これ一番難しいね。やばい、これ肉だけせめて焼きたい。早く焼けた。あ、早く。あ、邪魔邪魔邪魔。邪魔。いけ、よっしゃ。いけない、あれ持ってない。あ、肉だこれ。お皿が必要って。あ、私これお皿に乗せてないんだ。いいじゃん、ハンバーガーなんて手づかみなんだから。あ、ちょっと。頭がさ、忙しいね。これ難しいね。なんかめっちゃレタス切るの時間かかるって思ったらさ、すごい2人でやるんだね。これ2人いらないや。あの1人で動いてたいね。そうだね。動いてたいね。じゃあ、え、あ、いい時間じゃない？あと2分だよ。じゃあちょっと、じゃあゲームは。そうだね。すごい面白かった。面白かった。ありがとう。ね、じゃあちょっと。エンディングに行きますか。はいはい、はい、座ったままということで、はい、終了の時間となりました。この番組ではですね、お便りを募集しておりますよ。番組の感想や自分も作ってみたなどなど、メールは運営コメントのメールアドレスへお送りください。アドレスは373@udeal.co.jp です。また番組最新情報は公式ツイッターとインスタグラムで発信してます。番組ハッシュタグはシャープ#みなモードです。この後はまもなく簡易様貸し切り放送です。後半ではキムちゃんと一緒にお菓子を食べながら皆さんのメールをご紹介したいと思います。冒頭の数分は、お試しで見ることができますが、最後までご覧いただくには月額550円のチャージ料が必要です。簡易様専用席を取っていただき、ぜひ最後までお楽しみください。YouTube でご覧の方はぜひこの機会にね、ニコニコチャンネルでもお楽しみくださいね。じゃあキムちゃん、何かお知らせありますか？うん、お知らせ、なんだろうね。なんかね、そう、さっきさ、マネージャーと確認したけど、うん、なんかちょっと非公開のものが多すぎて、うんうん、あら、ちょっと、いや、言えないじゃん。そうなの、言えないじゃん。そうなの、なんだ、なんだろうね。そう、今、あの、うん、私たちが出演しているゾンビランドサガリベンジが今絶賛放送中で す。次は今週のあと2日、今日火曜日、ね、あと2日で7話、次7話だ。うわー、7話か。もう折り返しだよ。寂しい寂しい。なんかさ、もっとなんか序盤の頃はさ、うん、なんかもう放送されて嬉しい ね、みたいな、早く来週見たいねってなってたけど、だんだん、え、終わっちゃう、嘘でしょ、ま、マジかって終わりたくないってずっと、その気持ちはある ね。寂しいですけど、7話も本当にすごいことになってると思いますので、本当になんか多分みんな絶対予想できない。あ、そうだね、絶対予想できないね。うん、楽しみに待っていてください。 あとあれ、明日、あ、あれだ、その、ゾンビの、うんうん、オープニングとエンディングの CD が、はい、あの両方一緒に発売なのかな。そう、発売されます。発売されるので、ね、ぜひぜひお手に取っ て、見てください。いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そんな感じでしょうか。そうですね、あと全部非公開なんで。あ、ちょっと言えないんか。しかもできたし。そう、ちょうどできたね。でちょっとこの後ね、あのおまけ放送の方で盛り付けたりとかしたいと思います。はい、それでは簡易様貸し切り放送でお会いしましょう。後半開始パートは運営コメントをご確認ください。また後でまたね。